さあ、これどうなってんの？攻めてんの？やられてんの？攻められてるっぽいな。朝倉押されてるね。よろしいでしょうか。面会ごとになんぞ援軍か。快諾してやろう。認めよう。毛利が敵対したね。そうかそうか。コニタの配備発令レベル5。よし、ならば我が軍も攻略目標黒以上に行ってみます。24条。ああ、これはいけるから臨戦になるんだよね、きっとね。かかるとしようか。まあ行ってみましょうよ。よろしいでしょうか。三好義嗣が面会攻略。よろしいでしょうか。無論やってやるよ。もう出る出せるのは出す。さあ、三好がごそっと動いたぞ。朝倉も動いて、あ、島津が動いてるね。毛利がまあとんでもない広大な地域だけどサンドイッチになってるわ。立部山陥落。あ、で気がついたら長宗我部滅んでるね。なるほど。さあ、三好がなだれ込んでる。朝倉も行ってるし、天球も行ってるぞ。岩上友方。はあ、貴殿を主と仰ぎましょう。だグラフィックが古くないこの人画素数ちょっと少ないんだけど。さあ、パオパオしてるね。戦だ、暴れてやるぜはい、暴れてください。さあ、パオってるパオってる。元服ドン。あ、官兵衛弱え。そうか、ということはそうだね、信勝もセット商品だもんね。金森義重。おっ、鬼武蔵人間武骨が風を切る。八代勝長。はい、いや次から、あ、何、親方様やべやりました。いやそうだよね、親方様龍造寺。何これ、あ、これ降伏したってこと？あ、そうなんだ。龍造寺が城主だったんだ。あ、なるほど。来たわ。ありがとうございます。いや、待て。信玄病気はやばいぞ。しかも、目標が落ちたからさ。臨戦解けちゃった。じゃあどうしよっかな。じゃあ武田に指示を出すわ。ちょっと待って、このタイミングはやばいって。信玄いかにもやばい。いやー、大丈夫かな本当に。さあ、パオレ頼むよ本当に。あ、もう信玄のところ命令出てないじゃんね。そうなんだ。いや、まあそんなもんかもういくらなんでも遠すぎるか。さあ、三木義頼が亡くなった。この私めのしつら、計りごとの一つ。言っとけ。知らん。パオってる間に行っちゃうか。整ってるもんね、だいぶね。白パオ、あー、まだ白パオあるな。ヒクマ、カンバラパオッタ。しちゃ、出ますか。いざ、出陣。狙うは武田城。いや、出ない。出ない。そうですか。この隅はじゃあ。ああ、ここ出せるね。よし。出よう。よろしいでしょうか。なんか久しぶりに。あれね、本体動いたね。まあ、信玄動いてないけど。さあ、相も変わらず天球の軍がやべえ。なんだこれ、本当に。しっちゃかめっちゃか。もうこれ毛利こうせないだろうこの状況じゃ。文官要請。慶喜、文官を要求するようになったか。いや、慶喜これもう武田の跡取りとして立派にやっていけそうだね。まあ、皇族もどんどん立部山に向けてしまえばいいよね。あ、小一郎さんいたんだ。ええー、おお、大丈夫だろ。いや、これ大将部隊出したかったな、親方様ね。いや、これちょっと待って、無理してのも行くべきじゃない？風吹かせたいんだけど。次の手は何ぞ。200ゴンチでしょ。いけるいける、200ゴンチだったら。ほら160インチだ。城を取りに行くぞ。いけてんのかよ。なんか信長の会話が入ったんだけど家臣の会話はいらないだろ。いやすげえ。いやここで合戦できたらね、風ビュービュー吹かせられるんだけどな。敵部隊すごいいっぱいいるもんね。いやーでも間に合わなそうだなこれは。その前にやっちゃいそうだね。いや戦してー、威風吹かせてー。で朝廷との交渉が止まっちゃってんな。朝廷交渉確かに金すごいかかるもんな。今月5400もかかるんだけど、朝廷との交渉やばいでしょ。で慶喜の方はあーもうここでとりあえず止まってるんだね。三好に西下を取られちゃったからってことだよねきっとね。まあまあ三好がいけるんだったらそれでいいけどね。武田陥落、さすが天球、本当にできた弟だよ。まあまあそう言っていられるのも今のうちだぞ。甘いです。武田城ちょっとやばい、領土が広がりすぎて。あ小一郎さん、いや信玄やべえ。ちょ怖い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 、めちゃくちゃ怖い。いや信玄病はやばいよな。もう本当に勘弁してくれ。でもう武田城はもうどんどん天球の軍の本拠を移していくか、西に。天球を2条5所にやっちゃおう。ああそれでも限界西、あそこなんだ。これじゃでもダメだよな。いや新軍団作んなくちゃいけないね。じゃあどうする。武田城の城主、結局城主がいないんだよな。いやワンチャン源四郎かなと思ったけど源四郎いないね。この中に入ってないわ。じゃあ民部なんかないや民部でよかったんかな。一問じゃないからな。ちょっと違う感あるけど、いやもうしょうがないか。もう贅沢言ってらんないね、こうなってしまったね。じゃあこれで新軍団作りましょう。民部軍ね。武田、まあ黒井、八神でとりあえずいいんじゃないかな。で天球の軍どうするかだね。天球の軍はこれ軍団支援にすればいいのかな。で民部の軍を支援するようにしましょう。では引き続き参りましょう。天野和久まあそらそうなるよな当然な。いらっしゃい。いやーそしたらね光月城を取ってあげたよね。でこの辺の連中でもって建部山を狙います。いや待てよ、この隅狙っちゃっていいや。建部山は朝倉がなんとかしてくれるでしょ。そうしよう。さあどんどんいくよ。これ別れさせるか。だからこっちの多い方を、兵糧がない。あ大丈夫か、まだあるまだある。鳥取に向けます。いや落ちないだろうけどね。まずは敵軍を蹴散らします。信玄ももう来ててもおかしくないと思うんだけどな。あこれだ信玄、病を押して出てるんだよな信玄な。いやなんか正常の途中で亡くなるってさやだなそれはなそんなとこで史実をなぞらなくてもいいんだよな。数がぐちゃぐちゃ。立部山取り返したね朝倉がね。さあこの隅このままいけんじゃない。立部山はまあよしとして、やっぱ兵糧尽きたな。まあ当たり前だよな。移動量が普通じゃないもんね。ということは当然信玄も届かないわけよ。くそ祭りに乗り遅れたまあしょうがないか。もう最初のタイミングで出しときゃよかったね。いやもう帰ってこい来年。さあ左大臣になりました。で、さらに朝廷に働きかけられ、あ、もう、官職がないんだ。へえ、そうなんだ。あ、てっぺん取っちゃったってこと？あれ、関白とかは？それはないんだ。でさ、これさ、畿内を平定するためには、三好をなんとかしないといけないんだよね。一徳さい。そう、天下江戸重道。いやー。扱えると思うよ、多分。音国豊出てるね。そう、このゲームね、従属はダメなんだよね。機内制覇は残り7条。まあ、だからこの7条だよね、絶対に。ああ、ここもあんのか。これ、過信化あったよね、確かね。斎藤、過信化したもんね。過信化あるんだけど、どうしたらいいんだろう。まあ、破棄してる。いや、破棄じゃないよなぁ。いつ過信化になるんだろう。やっぱ何ヶ月とか何年かとか、従属状態と過信化するっていう話だよね、きっとね。いや、これ、信玄なくなるまでに、過信化にならなそうだよな。三好広がってるね。三好独立した方がいいんだよな。少し。あ、飛びかと、ここになくなった。なにー信玄！いや、3年間は必須から、3年間、もう3年信玄のものでお願いします。うわぁ！病には勝てぬか。いや、届いてたでしょう！親方様、安心してくだされ。当家の行く末はこのマステオが、しかと見届けます。うわ、ここでかー！いや、もうこうなったら、無論慶喜だよね。父親にこの家盛り立ってみたい。いや、まあ、正当ではあるんだけど、いや、そうなったか。いや、だったらだよ。軍団大きく作り変えよう。っていうのは、慶喜を二条城に移します。これ本拠。あれこれ本拠ってもしかして、辻ヶ崎のまんま？あ、辻ヶ崎のまんまだ。なるほど。本拠移転は？あ、出陣中か移動中。なるほど。移動中だ。いや、ここでなくなったかー。あ、これそういえばさ、これ慶喜また、そう、朝廷拘束最初っからなんだよね。まあいいでしょ。やるやる。そう、だから大名が亡くなる前に、隠居して、家督とかもちゃんと継承しておくと、まあ、こういう混乱が起きないよって話なんだけど、まあ、しょうがないよね。そう、大鮮度広域流言。いや、もうやってこい、やってこい。何でもやれ。好き放題やるがよいわ。大鮮度。やれい、やれい。で、もうそろそろ移動はできるかな？あ、できるね、本拠移転ね。じゃあ、ここで、移転費用が8万必要です？に、ちょっと待って。9万な、アホな !9 万バカでは嘘 ?9 万は無理だろ、いくらなんでも。米を売りまくっても無理だよな。いや、たけー！ちょっと待って、9万は無理だろう。本拠移転9万は。ちょっとやりすぎですよ、それはいくらなんでも。ちょっと。しょうがねえ、じゃあ、西の軍作るか。参ったな。いや、参ったな。これ、里見軍団？いや、里見軍団嫌だな。あ、っていうのは、城を編成して、軍団長を変えればいいのか。いや、里見軍団はちょっと嫌だわ。嫌だわっていうのも失礼な話だけど。ねえ。ちょっとダメだわ、それは。いやー、9万はちょっといくらなんでもぼったくりすぎかと。半端ねっす。で、軍団長任命でもって、任命できるのが秀吉、三月、ライレン。あ、この辺も選べるんだ。へえ。あ、一条信達いいじゃんね。待って。信達を移動させないといけないんじゃないか。さあ、これで、一条信達軍団、爆誕ですね。まあ、進めていきましょう。いや、痛恨時ではあったけどね。まあ、時代の武田を作るのは、正当たる嫡男、慶喜よ。朝廷からの使者。なんか今更感すげえあるな。まあまあまあ。なんか信長は疑問を抱いてんだけど。この家に使い続けていいのであろうか。え、裏切るフラグ？ちょっと待とうぜ、信長さんよ。なんかやるからさ。信長失うのは嫌だな。めっちゃ忠誠下がってんじゃん。そうか、信長、家宝やる。いや、7等級までしかない。じゃあこれは、釈祖往来？いや、忠誠下がっとる。そうか。感触もないしね。いや、まあ、しょうがないか。裏切られた、裏切られたね。また下せばいいもんね。いや、それよりか、まずは9万貯めなくちゃなんだよな。ちょっと、やめてください。一気はやめてください。もう、また金がかかるじゃねえかよ。やりました。まあ、いったな。赤いのがポンって出るよ。ほら、出たー。という、はい。不審があります。さあ、朝倉が再び動いた。もう過信化しろお前ら。頼む。国衆取り込みましょう。いかがですかな。大鮮度。上申いたします。天球やってこい。これしかし天球にしろさ、慶喜にしろ、まあ戦死扱いだからね、寿命どこまでか読めないっつうのもまたね、難しいよね。いったねー。うち家がいなかった。いいよいいよ。去る者は追わずですから。さあ、民部が5着上落としました。さあ、5着上で祭りが始まってんだけど、天球が最前線に踊り出てるね。さあ、元服ドン大久保忠敬、あ、強い今の笠原正隆、弱っ、あっ直江だ。はあ、直江来たか。とね、大久保忠則強かったね。ただ、鷹なんだ、これ。読めねえ。ただ、のりだろ、どう読んでも。これ、三好、いやーでもな、従属状態破棄っていうのもなんか違うような気がすんだよな。このゲームでも、それちょっと融通聞かないね。ああ、オブニー！ちょっと待って。致し方なし。オブニーが死ぬってことは、慶喜大丈夫か。長くあいっとくさいだ里見。おお、ちょっとどんどんと有名どころがなくなってしまった。そうか、参ったな。そうだね、ここオブニーだったもんね。いや、稲四郎がワンチャン軍団長になれないか、あの男。いや、なれないのか、勝頼。そうなのか。じゃあ、軍団長級の人間誰か送ってやらないとダメってことだね。そうか。いや、確かにここ。こう上げられなそうだもんな、もうこの場所な。ねえ、商用権移動させようよ。そしたら。編成だと、そうか、編成だと入らないけど、商用権の場所を移動させてしまえばいいんだ。なるほど。っていうのは軍団長移動ってあったっけ。商用権の軍団長移動だね。軍団長移動でもって、ここに移動して、で、ここら辺の軍団全部吸収してしまえばいいか。だよね。これ、一条信達の軍団も、民部の支援をするようにすれば、攻め込んでくれるのかな。まあ、そんな気するよね。天球はそれで攻め込んでくれてるもんね。さあ元服6人ドン。おお三成、三成が来た。大友近家、樫山明久、田村宗明、星名正光、微妙だ。いやでもみっちゃん嬉しいね。石田三成ね、強い、なかなか強い、すげえ強いけど、すげえ強いって感じだけどなかなか強い。さあ8万貯まったぞもうちょいで9万だ。これはさすがに落ちるかな。熱元直死去。いや寿命を迎える武将増えてきてんね。士官が出た。さあさらに朝廷に働きかけましょう。喜んでかかりましょうぞ。で士官は誰ぞ。あっイカルガだ。イカルガ強いよね。あれちょっと弱くなってるイカルガなんかもうちょっとトーストだったような気がするんだけど。いやまあいらっしゃいませ。左近頼んだぞ。左近にお任せよって言われると嬉しくなるな。さあ来ましたね平次。さあ9万やっとだ。長かったな9万。さあ民部が城を落とした。これなんていうの、この城新しい城だよね。オキシオ城なのかな、わからん。おバックでドン。弱っあ来たわ弱武将ムーブねしてしまったわ。あ何毛利ってもうそんなに追い詰められてんの。でもそんなことないけど、まあでも衰退はしてるか。青影なんじゃこれ、なんて読むの。青影高明って読むんだ。弱っなんだ統率19って、まあ、知略68は光るけどさ、弱っ遂行いたします。びっくりしたわ来るってさ、いらっしゃい。さあもう少し、もう少しなんだ。あ一等祭不遇かこ。おお来いよ一等祭。いいだろう控えてやるありがとうございます。時々偉そうなやついるよな。あ、ためのぶ。まあね。ですよね。これ相性が悪いとかなんだろうね。さあ、やっと9万貯まったわ。よし、じゃあ、本拠移転しますか。二条御所へ。武田家、参らん。財政が苦しくなります。いや、いいんだよ。あれ、なんか、えらいちっちゃくなったな。ねえ。えらいちっちゃくなったぞ。で、軍団。解散させましょう一回。民分と解散。天球のところも一度。いや天球は違うな。天球を出陣中か。そうか。いやまあしょうがないか。そう天球を辻ヶ崎館に動かしてこの辺を収めさせたいなと思ってんだよね。まあ天球が引いたらでいいね。そしたらじゃあ整えていきますか。いやまたなんか最初からやり直しみたいな感じになってるけどあここ二条御所の直轄もう範囲外なんだ。お勘弁してくれいや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 それは勘弁してくれそうなんだ範囲外と。あここはまあ権六でいいよね。八神城あ信長いいじゃない。いや人選いいな。すげえ長政ね。あそっか AI ってこんなに人生いいんだ。へえいいじゃん。まあ、しばらくこのままでいいやちょっとねでもそしたらこの城をなんとかしなくちゃいけないよな。新しい軍団作るか。じゃあさっさじゃ役不足と。まだやれます。解任次第でください懇願してんだけどいやそんなことは無理だね。どうしようかな。そしたらまあ武田不代がいいよね。あ、正輝。正輝にしよう。ありがたき幸せ。すまんのなりまさ。で、正輝軍を作りましょう。一条部隊ね。新設。あれ身分不足なほな。あれ正輝不足してんの。あ、武将だ。あ、ごめん。正輝速攻でクビだわ。じゃあ、叔父上で。まあ言うて叔父上武田不代かと言われると、甚だ疑問ではあるけどね。まあ、いいでしょう。城一つだし。これでもいきなりやり合ってんだよね。まあひとまず天球に任せればいいか。そしたら、内政をバンバンやんなきゃダメだね。収支マイナス1万と。収支マイナス1万って。政策全部止まるじゃん。大惨事。大惨事も大惨事なんだけど。参ったな。あ、というわけで言ってください。いや、まあしょうがないか。天球のところ引いてくれんと何も動けん。いやでも毛利もすげえ勢いだからな。しばらく見てるだけじゃん。そんなまたいっちゃん最初に戻っちゃったんだけど。なんだこれ。さあそれじゃあ続きやっていきましょう。でまあ本家をね2条5所に移したんですけれども、それによって軍団の場所とかも変えなくちゃいけないんで、一度一条の部達と、天球の軍団を解散しました。でも編成し直そうかと思ったら、出てるのね。出陣してるから、変えられないんで、まあ一度戦が終わったら、まあ改めて変えるということにしましょうと、この新しく取った城、これなんていうの？押尾城っていうの？沖潮城か。まあここも軍団にしなくちゃいけないんで、まあ一条信達をこちら側にやって、もう天球はね、土ヶ崎館に移ってもらって、内政を中心にやってもらうという形にする予定です。それじゃあ、引き続きやっていきましょう。毛利すごいね。ただ全体的には押し気味なんだよね。いや、これさ、こういう様子を見るとさ、ちょっと、吉信の本体を出して、合戦したいよね。そしたら、威風が吹いてさ、一気に領土を奪いそうな感じするじゃない。これ、このままいけちゃうのかな？奥平の重さ退却。おお、さすが天球。いや、天球これでしょ？いや、もうそろそろ帰ってきた方がいいんじゃないかな。これ、1万5千とかだよね、ここね。酒井忠次の軍団だ。一条信達がバカでかいんだね。さあ、で、着々と武将の移動もしてるんですよね。前線の城にはやっぱり強い連中を入れてます。で、戦から帰ってきた大久保忠次ね。これを別の人間に変えましょう。この時に、このタブ移動でね、これまずさ、戦法で並び替えて、やっぱり特殊戦法を持ってる人間を入れたいよね、城にね。だから、ここは、新生かっこいいね。鬼半蔵にしようか。で、領主を指定していきましょう。領主もこれさ、こうやって上主の相性とか、中世上がる領とかさ、こういうの見れるのいいよね。堀級をここに入れるの、なかなかいいんじゃない？これやると、防衛、攻撃、進軍、内政、が全部発言するからね。で、あとできることって言ったら外交なんだけど、いや、しかし従属勢力を支配下扱いじゃないっていうのはどうかと思うんだよな。ねえ、朝倉三好従属させてんだからさ、いや、それは機内制圧でいいような気もするんだけど、ダメなんかね。まあ、何はともあれ、進めていきましょう。まあ、あとは本当にね、ガンガン進んでいくだけですよね。